はい、やってまいりました。今日もやってまいりました。これ見てみて、あの福祉車両です。あの車椅子使用者ということで NBOX の、中古販売を今日は、ご紹介しようと思います。ホンダ NBOX 車椅子使用というわけで、いやいきなりね、あのスロープから登場しましたが、こちらね、あの一応福祉車両という形になるみたいですね。右側が NBOX プラス848,000円で中古販売しております。走行距離はね57,000キロ走ってますね。でこっちのプリンちゃんプリン色の可愛いね、これはもう今現行モデルの NBOX なんですが、こちらは168,800円ですね。いや詳しく見ていきましょう。いやしかしね、あのこうやって見てもそんな大差ねっていう印象ですね。結構ねこのデザインが変更しないんで、年式がね古くてもそんなに色褪せた感っていうのはないですよね。今でも全然現役で乗れるデザインだなと思います。初年度登録は、平成25年式になりますね。皆さん分かりますか、これ非課税って書いてるんですよ。実はね福祉車両って消費税がかからないんですよね。なので普通の車はこっからプラス 10% なので、まあ85,000円ぐらいプラスされるんで、まあ93,000円ぐらいですかねになってくると、ね、車両価格が大きくなればなるほどやっぱ 10% の打撃ってねすごいですよね。ほらこれすごいでしょ、これ非課税なんですよ。いや福祉車両車にはなるんですが、特に普通の方でも買っていただけるみたいです。家族が、まあ、例えばそのうちのおじいちゃん足が悪くなりそうだなと、あと数年後にはとかね、まあ、事前にね準備さえしてると安心ですよね。わあかわいいなこの色いいよな。よく見たらなんかメタリックやわ。でこっちおしゃれなんですよね、ツートンカラーで、ほら屋根がね焦げ茶色というかすごいね品のいい色してます。いやこれ普通にスロープ車じゃなくても人気があると思いますよ。で気になる後ろね、はいこれスロープ、これね結構ね軽いんですよ。ほらこれアルミでできてんのかな、ステンレスかな、ほらそんなに重くないっていう、片手で十分できます。どの辺が差があるかということなんですよね。この椅子を倒す前にこのヘッドレストを、ここに、外してつけないとダメなんですね。でこれが手すりです。車椅子乗った時にこの手すりをね掴めるようにするやつなんですけど、それもねセッティングしないとダメなんですよね。でちなみにこれ電源がついてます。これウィンチですね。これがウィンチになるわけなんですけど、車椅子にかけて引っ張ると電動で引っ張れるやつです。でこちらの現行モデルに関してはほら見てください、手すりこれね最初からついてるんですよね。こういう感じでほらこの辺の差が、新しいのは最初からこれがついてると、もうカチャッとしなくていいと。であとこれヘッドレストはついててもそのままパターンと倒せるような設計になってます。まあこの辺の電源関係は一緒ですよね。これね実際車椅子だけに使わずに自転車をね乗せるっていう方もこれ結構重宝して買ってるらしいですね。意外と皆さん知らなかったですよね、この 10% は、非課税だと。お邪魔しますと。おお、あこんな感じね、こうビニールもかけてすごい。ホンダディーラーのね中古車はやっぱね内装とか全部清掃してますんで、その辺ねすごいいいなと思います。エンジンつけまーす。ほう、そっか、前の NBOX ってこんな感じやったんや。走行距離は 56,281キロってなってますね。あただまあナビがこんなついてないんですね。いや、やっぱりね突然必要になる時もあるし、まああんまりお金かけたくないなっていう方はこの車かなりおすすめですよね。あそうそう、でこちらねホンダカーズ大阪東花園店さんね、よくねこの福祉車両が売れてるみたいなんですよ。
結構ね福祉施設からの問い合わせも多いみたいで、この花園店さんはねその辺も、貢献しているということなんですよね。ではでは次この新しい方乗ってみようと思います。お邪魔しますと。おお、あーあいいな、やっぱ新しいのいいな。ちょっとこちらもエンジンつけさせてもらいます。お、しかもナビ完備、いいね。あーいいね、このナビついてんの。あーやっぱ新しいのはいろいろ、ほらスマホの電源とかね USB 取れたりとか、なんかね細かいところでやっぱ新しいのは、あ、こんなとこドリンクホルダー出てきた。あ、ホンダセンシングね、やっぱついてるのっていいですよ、安全装備が。その辺やっぱねどうしてもモデルチェンジ後の方がいいっていうことにはなりますね、この辺はどうしても。まあこの車だったら長いことね乗れそうな感じがしますよね。でこの後ろのねこのスライド扉もすごい使い勝手いいんですよね。そっか、こっちは電動じゃないんやな。でも扉軽い、両面スライド、パワー、これねパワーウィンドウなんですよ。あ、こっちはどうかな、古い方は。あ、こっちは手動で、どうでしょうか、これ電動でしょうか。あ、電動やったわ。あ、電動やった、すごない、ストーンとストレートで。いや荷物も乗るし、まあね経済的だし、やっぱ軽の中でもこの NBOX って、すごい売れてるんですよね。販売実績がもう日本で一番という信頼のおける車です。まあもちろん普通車もパワーがあっていいんですが、この NBOX もねやっぱ走りのホンダなんで、走りの方もね心配なく、私ね今日何台か試乗してきたんですけど、 NBOX の走りってねやっぱ意外とねいいんですよ。K の中でも走りいい方だなと私は思います。こんな感じやったんや前のね。四角いテールランプ、新しい方はこうちょっとなんか流線形になってるんですね。知らんかった。はい、これ今スロープ閉まった状態です。まあこの状態で車椅子が乗って、まあ安全装置つけてシートベルトしてね、やるという感じなんですが、ほら下これだけねスペースがあります。ここにちょっとまあ靴とかね、スリッパとか入れれる感じですかね。ちょっとこっちも差があるんかな、どうかな、ちょっとやってみましょう。軽い。前のモデルはね下に隙間ができないですよね。これだったらちょっと靴は難しいですね、ここ入れるの。はい、いかがでしたかね、車椅子仕様の、ホンダ NBOX、まあ、両方ともねかなりお買い得車だと思いますね。ぜひね福祉関係の方やこれからスロープ車が必要だなと思っている方、お問い合わせいただきたいです。詳しくは下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。そしてね私のチャンネルもついでにチャンネル登録していただいたらありがたいと思っております。はい、というわけで、今日は、NBOX の福祉車両中古販売でした。じゃあね、バーイ。